ウンベルト一世、ウンベルト一世、ビアンカマーノ、980年、頃から1047年、1048年は、初代サボイア、サボア白。サボイア家の祖、ビアンカマーノとはイタリア語で、白い手を意味する。フランス語名では、アンベール・オブランシュマン、ラテン語名では、フンベルトス・アルビス・マニブス。サボイア家の過疎となった、ウンベルト一世の家計や実績については、 後に検証が図られ、物語化されている伝説説参照。しかし、同時代の記録は断片的であり、実際のウンベルト一世以下、ウンベルトの生物年や家系は明確にはわからない。ウンベルトは980年頃、サボワ地方、現、フランスサボワ県産イコールジャンイコールドイコール、モーリエンの周辺の貴族アマデウス、おそらくは、 モーリエンヌの伯の子として生まれた。兄弟には、ベレー、ゲン、アンケンの司教となった夫を願がいる。ウンベルトは、サクソン人やブルグント人、プロバンス人などの血を引いていたと言われている。ブルグント王国、アルル王国のオールドルフ三世との近い関係から、ウンベルトの家系は、ブルグント人と考えられ、ビエンヌ伯家の血を引くか、あるいは、ブルグント貴族の家系、 例えばアルボン博家と同族ではないかといった推測がされている。ウンベルトははじめベレー付近とセルモリンズ博爵領の中に領地を持っており、後にアオスタやバレーに領土を得た。ウンベルトの子孫はサボヤ博を接種してサボイヤ家と呼ばれるが、その称号を得た経緯ははっきりしない。ウンベルトの名が文献上に初めて登場するのは千年一月十六日付の 文であり、以後断片的に資料に登場する。1003年の年のある、ベレー司教オッーネによる文書では、ウンベルトの家族が、白の家族と呼ばれることがわかる。1003年にウンベルトは、ウルグン島をルドルフ三世に代わり、セルモリンズの一部である、ビエンヌ、ゲン、イゼール県で判決を下している。1032年、ルドルフ三世が後継者なく母子で、 ブルグンと王家が断絶すると、ブルグンと王位は、ルドルフ三世の王位にあたる神聖ローマ皇帝、コンラート二世が継承した。ウンベルトは、コンラート二世に忠誠を誓った。コンラート二世が、ブロアハクオド二世やミラの大司教、アリベルトと戦うと、ウンベルトは、コンラート二世を助けて、戦争に参加した。コンラート二世はその功績に報い、 ウンベルトをサボヤ博として承認するとともに、モーリーエンヌ、シャブレー、そしておそらくタレンテーズを新たに与えた。ウンベルトは、1047年か48年頃に、モーリーエンヌにある町、エルミヨンにおいて死去し、サンイコールジャンイコールドイコールモーリーエンヌのカテドラルに埋葬された。死亡日については、1048年7月1日。 1047年7月19日という二通りの記録がある。1042年以前に没していると見るのが妥当という説もある。所領は長男のアメレイオ一世が継承した。アンシリア、アンジリアあるいはアンシラ、オーグシリアという女性と結婚した。彼女の羊については諸説ある。知られている説では、好位聖職者の娘、アオスタのアンシリアとする。 一説には、ウルグンと王国の議店長の娘である、レンツブルクのアンシリア、また別の説では、アンゼルムとアルディオの娘である、アンシリアで、アンセルム家、アンセルミズと呼ばれる北イタリアの王の出身とする。子供は、少なくとも4男1女を設けた。論者によっては、他にも子がいたとする。ウンベルトの子孫は19世紀後半に、イタリアを統一し、 イタリア王に即位することになる。サボイア家について書かれた最も古い年代記の一つは15世紀前半にジョバンニ・ディ・オービルによって書かれたものである。サボイア博アメデオ八世の依頼によって制作された。この年代記では400年続くサボイア家の始祖であるウンベルト一世の自責を恋愛、放浪、仏君など様々なロマンスを盛り込みながらおむね以下のように描いた。 神聖ローマ皇帝夫二世の孫にあたる、サクソン人、ザクセン人貴族ベロルド、ベルトルトを、父、バイエルン人貴族のカタリーナ、カテリーナを母として生まれた、ウンベルト一世は、フランケン大公、コンラート、後の神聖ローマ皇帝コンラート二世に従って、武功を挙げる。千三年に、コンラートから、アルプス一体を与えられたウンベルトは、後に、サボイア、 サボは白国と呼ばれることになる実質的な勢力を築いた。ビアンカマーノは実際に手が揶揄されるほどに白いという意味ではなく、精錬な人を指す損傷であるとされる。ただし彼の城の白い壁を刺すラテン語を後世の人が白い手と孤独したためではないかとするなどの諸説がある。楽しくご覧になりましたら、孤独と良いです。 クリックしてください。